ヘンリー・デイビッド・ソローは、アメリカ合衆国の作家、思想家、詩人、博物学者、マサチューセッツ州コンコード市出身。ハーバード大学卒業後、家業の鉛筆製造業、教師、測量の仕事などにも従事したが、生涯を通じて定職に就かず、やがて学生時代に熟読した、自然の著者で、超絶主義者のラルフ・アルドエ・マーソンらと信仰を結んだ。 自費出版した、諸女作、コンコード側とメリマック側の一週間は、若くして、この世を去った兄とのボート旅行をまとめた随層で、当時の社会には全く受け入れられなかった。ウォールデンチュファンの森の中に丸太小屋を建て、自給自足の生活を2年2ヶ月間送る。代表作、ウォールデン森の生活は、その記録をまとめたものであり、その思想は、後の時代の詩人や作家に、 大きな影響を与えた。コンコード氏のソロー一家の墓1855年頃から体調を崩し、その後も野外での活動を継続したが、1861年12月頃から体調が悪化し、1862年5月6日、結核のためコンコードで44歳で死去した。コンコードのスリーピーホローボッチに一家と共に埋葬されている。自身の没後に、 メイの森やコットミサキなどの旅行記や自然史エッセイ、日記、書簡集等、数多くの作品が出版されている。ソローの作品は人間と自然との関係をテーマにしたものが多く、自然文学、今でいうネイチャーライティングの系譜に位置づけられる。多くの著作に現在の生態学に通じる考え方が表明されており、アメリカにおける。 環境保護運動の先駆者としての評価も確立されている。日本においてもアウトドア愛好家などに信奉者が多い。ソロは1846年にメキシコ戦争が始まると戦争に加担するマサチューセッツ州の人道税の支払いを拒否して投獄されたことがあり、その様子は市民的不服従の思想としてマハトマガンディのインド独立運動やキング牧師の 市民権運動などに思想的影響を与えた。また、現代アメリカにおいて一部の保守主義者の間では、ティーパーティー運動の思想的な先駆者であるとみなされ、良心的納税拒否の点から信奉する者も,もおり、多くの名言を残した。また、マサチューセッツ州の奴隷制度という講演では、奴隷制度に反対を表明し、1857年に奴隷解放論者、 ジョン・ブラウンに出会うとその態度を強めた。日本では代表作、ウォールデン・モリの生活は、明治44年に水島光一郎によって翻訳出版され、21世紀の現在に至るまで多くの役所が存在し、代表的な翻訳は十数冊ある。原書のペーパーバック版も容易に購入できる。ありがとうございます。